渡辺邦夫6月3日から1981年11月5日は、大将、昭和期の俳優、映画監督、静岡県田形郡三島町出身。旧制静岡県立沼津中学卒業後、早稲田大学小学部に入学し、浅沼稲次郎らと建設者同盟を結成し、左翼運動家として活躍。卒業後はコネで、朝日新聞社の営業部に入るが、部長から、 潜り入社と言われ奮前主退社。劇団に加わり地方巡業に出るが、解散の浮き目を見る。仕事を求めて、日活大将軍撮影所長、池永博久に紹介される機会を持ち、面接で監督志望を伝えるが、3年間は俳優をしろと、命じられ、初任給30円で雇われる。1924年、青春の歌で、運動会の応援団の騎手役で、 映画デビュー。大部屋女優と結婚するが、スターの小島三郎と駆け落ちされるなど、苦い下積み生活を送り、小野松之助の吹き替えまでさせられる。その後、巨匠監督、池田富康の助監督になり、早取りのテクニックをマスター。1928年、日活京都は、渦政撮影所に移り、池田が、長谷部義心のペンネームで脚本を書いた。 ケンランの森で監督デビュー。1929年5月、姉の世話で結婚。1934年、各社協作になった、桜温度で5日間徹夜し、9日間で取り上げ、他社を出し抜いて公開し大成功。早鳥監督として認められる。日中戦争が激化すると戦地へ赴任。1935年、召集令という国作映画を撮る。 同年ミュージカル長映画、裏外の公共楽が、東京日々新聞社第一回映画コンクールで一等、入選。1936年、2.26事件で、高橋小暦夫が暗殺されると、岡常司を、高橋役に据え、大作、高橋小暦夫伝前、後編を監督、評判になる。1937年、東方二席。 林長次郎の小竹から東方への遺跡第一作、玄郎義経を監督するが、林が小竹系の会社の雇ったヤクザに顔を切られる、テロ事件が起こり撮影中止。1939年、満州ロケを観光し、復帰した長谷川と李光蘭を主演とした、ロマンスモノ、白蘭の歌が大ヒット。1946年、緑の故郷、霊人の日本を、 原節子主演で一気に取り上げる。この年、東方撮影所内では、東方葬儀が起こる。渡辺は、菊気同志会という反共右派グループを主催し、反組合のリーダー格となった。東方社長、渡辺哲蔵からの命令を受けて、グレン隊の首領、万年東一に、日比谷の映画館のスト破りを依頼した。1947年、 半組合の東宝脱退組で作られた新東宝に移り、同社第一作、今日は踊ってを監督。同年の富田常夫原作、誰か夢なきは大学でのラグビー選手をめぐる三人の女性のすれ違いメロドラマで、主題歌と共に新東宝最初のヒット作になった。以後、早鳥でプログラムピクチャーを量産し、ヒットを重ねる。1五十二年、早鳥の巨匠として、 超高級で東映に移籍し、ヒット作を連発。1953年には、片岡千恵蔵主演の大菩薩峠三部作を10日で撮ったという。1955年、新東宝の新社長、大倉光次に製作本部長閣で招かれ、新東宝に復帰。神業的な中抜き撮影で、わずか1週間で撮り終わった作品もあった。 1956年、年間12本を撮影。経営危機に陥っていた新東法は、早く安くをモットーとする大倉社長の新方針の下他の監督も渡辺に習わせるほどであった。1957年、明治天皇と日露大戦争が、風切りで8億円の廃収を上げる、史上空前の大ヒット。経営に苦しむ、 新東宝の負債を一気に返済させて、救世主となり、渡辺天皇の異名を取る。続いて、ひばり三役せり、遠ゆの城変化も大ヒット。1958年、新東宝を退社。同年、大英オールスター映画、中心蔵を大ヒットさせた後、三空ひばりとコンビで、東映のベランメイゲイシリーズなど、東映、大英、小畜などで、 フリーで活躍する。しかし、その後は映画を撮る機会になかなか恵まれず、テレビに映るなどをレーグルされた。1970年、久々に撮った、竹脇無賀主演の姿三四郎が、最後の映画監督作品となる。1975年、君三刀随宝賞を受賞。1976年、健康外資引退。1981年11月5日。 肺炎のため死去。去年82。カットを叫ぶ際、いつも被っている鳥打ち棒を地面に投げつけ、踏みにじる癖があった。日蓮と猛古大襲来では、クレーンに乗って演出していることを忘れ、カットの際に思わず鳥打ち棒を投げるが、当然帽子は地面に落下。続いての癖で帽子を踏もうとした、渡辺監督も足を踏み外し、地面に落下、カットと叫んだものの、 病院行きとなった。これを見ていた鍋治美が、後年、シャボン玉ホリデーでの当たり役、金戸と映画の監督のモデルとした。また演出中、入れ歯を外して、手でもて遊んでいて、カチカチ鳴る音が、ノイズに入って何度もリテイクを出したことがある。国さんの愛称で親しまれ、口ひげがトレードマークだった。牧野正宏監督と並ぶ、早鳥の名人であり、稲垣博は、 早鳥の西の横綱は国産であると述べている。昭和一三四年頃、弟子が予定日数の半分を過ぎても一句に仕事がはかどらないので、師匠の稲垣が応援していた時、渡辺がちょうど丹下左膳を取っていた。昼食時に二人が顔を合わせると、渡辺が君んとこは行くカット取った俺の方は三十カットだと言ってきた。稲垣は十カットも取っていなかった。 夕食の時、渡辺は、おい、70カットを越したぞ、俺の方はと、ニコニコしていた。その晩は互いに大徹夜を行い、翌朝食堂で顔を合わせると、渡辺は、おい、160カットだぞ、どうだどうだと、ご万越だった。稲垣が、こっちは85カットだが、その代わり3000フィーと回したぞというと、渡辺は、悔しそうな顔で、チェ、刺しで負けたか。 と返した。稲垣は、よほど尺だったらしいと、この時の渡辺の様子を語っている。渡辺が監督し、新東宝で制作された、恩密和歌手新東宝映画の生みの親であり、大倉光次の社長就任後は、娯楽映画の巨匠と呼ばれた手腕で新東宝の立て直しを図っている、昭和32年の明治天皇と日露大戦争では、 大倉社長と共に企画を立ち上げていて、嵐勘十郎に天皇役を引き受けるよう説得に当たっている。荒寛が、空飽きまへん、不経済ですわ、右翼が殺しに気よりますと慌てて断ったが、渡辺は涼しい顔で、大丈夫や、僕かて右翼やないかと答えたという。荒寛は、体は怖いが、肝玉は太いと、この監督を表している。新東法映画は、 映画評論会からは B 級娯楽専門としてあしらわれ、ジャーナリストたちは死者にも来なかった。渡辺が昭和31年に撮った音量桜騒動は立ち回りのない異色の時代劇で名主役で主演のアラカンが形状で子供を先に撃たれて我々を先に殺してくれ、と絶叫する場面がクライマックスだったが映画批評ではありもしない。 ラストの立ち回りに迫力があるなどと書かれるありさまだった。対する大倉社長も明治天皇と日露大戦争以降柳の下の土壌を狙って天皇映画に熱中する一方だった。荒間はこの辺りが言うならわての分かれ道渡辺監督はとっくに大倉三次藩に見切りをつけておりました。明治天皇と日露大戦争で当ててもう一つおまけに 雪の城変化、三空ひばりでしこたま会社に金を儲けさせて、新東方から去っていかはりましたと語っている。六尾七女の八番目で三男。安夫人との間に一男三女があり、息子、渡辺国彦は東方で監督になった。長兄の友は三島市長を務め、姉のゆりは河井道の門下生で、コロンビア大学を卒業し、慶泉女学園の理事を務めているが、 PWC のボナー・フェラーズと共に極東国際軍事裁判の天皇訴追回避に尽力した一式ゆりの名で知られる。日本が太平洋戦争に敗北すると戦意紅葉映画に関わった制作者たちが GHQ からの厳しい追求と尋問を受けたが、ほとんどの監督が軍部に脅されて仕方なく取ったなどの古速な言い訳に終始する中、渡辺だけは 国を守るためにとった。自分なりのやり方で戦ったまでだなどと主張。尋問に当たっていた、米軍将校はすっくと立ち上がると渡辺に両手を差し出し、この国に来て初めて侍に会ったと言いながら、握手を求めたという。本人の計算では、作品数225本。テレビで、前述の、うもん取り物帳をはじめ、姿、三四郎、十、明治天皇。 は本退屈男など209本を監督した。渡辺邦夫から言葉抜く、クレイジーの殴り込み清水港、DVD 音声特典、オーディオコメンタリー内における、鍋、おさみの発言より、ヒゲとョンマゲ、ちょんまげ、聞き書き荒ん一大クラマテングのおじさんは、三島アメニティ大百科映画と演劇。2016年11月6日閲覧。ありがとうございます。